いやー、満月楽しみですね。そうなんですよ。満月の日結構出社することが多くて、ムーンを担当させていただけることも多かったんですけれども、今月は予定がありまして、はい、そうなんですよ。皆様を空から照らすというね、仕事がありますので。あ、中継しますか？あ、携帯で中継できますもんね、今。じゃあ、中継しようかな。で、満月を2つ並べて、本物とミムーンで、こうやって、まん丸の顔で映るのもいいですね。私も昨日ですね、夜出かけていまして、妹と一緒にいたんですけれども、お月様がすごく低い位置に大きく見えていて、あ、見て、お月様大きくないって言ったんですよ。そしたら妹が、おっきって、めちゃくちゃ驚いてました。妹は夜空とか詳しいわけではないので、スーパームーン知らなかったらしくって。でっかめちゃくちゃいいリアクションを取ってくれました。皆様もぜひ、もうすでに大きいのでね、夜空を見上げてみていただければと思います。